どうも、はこんばんちは、ウエスタン木村です。今回はちょっと思考を変えてみてですね、私の、育成環境ですね、みなしご、先進、武器のね、紹介していこうかなと思います。まあ、さらりと終わらしていこうかなとは思いますけども、レベル80、カウンストしてるキャラクターが8体、70がね、10体、それ以下も結構ありますし、もう3ページ目にね、SSR は来ているのでね、まあまあまあ、いいんじゃないかなという感じです。で、前回の武闘会は、各属性400万ダメージをようやくね、出したので、まあ、中級者の仲間入りしたと言ってもいいんじゃないかなと、自分の中で思って喜んでおります。あとは本当にもうちょっとね、幅を広くね、していければなとか思っております。で、先進に関してもですね、まあ、ガチャですね。ガチャでアクティウムとか、カウントするようになったりとかしてますし、まあ、3体ね、3キャラクター、先進もね、80人。レベルカウントしてくれて本当にありがたいです。で、まあ、70もね、いますし、今のところすぐに育てなきゃなっていうのは3000ザクラとメギドぐらいですかね。あとは、まあ、属性的に雷のね、トロイアをできればなっていう感じです。でもね、まあ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 、先進の方でも言いましたけど、コンボ数稼ぐためにはやはりね、先進も重要だっていうところはね、ありますから、何も考えずに属性だけを見たらすぐに上げなきゃいけないんですけども、どうしてもね、パッシブがねかかってる先進を主に上げたりとか、剣派で重要だから上げなきゃとか、武器を直せるとか、まあ武器も直せますけどね、武器を直せるから上げなきゃとかいう理由とかね、いろいろあるんでね、まあそこら辺を楽しみながら上げてはいますけどもね、まあ、優先順位は人によって変わってくるんでね、なんとも言えないところですけども、まあまあまあ楽しみながら先進の方は上げていっております。まあみなしごの方もね、楽しみながら上げていってますけどもね。ただ問題ないのが武器なんですけどもね、武器に関しては、まあ、100レベルのね、武器も結構多くなってきたりとか、まあ、揃えたり、必要最低限のものは揃えられたかなっていうものはあるんですけども、やっぱりね、育成環境的にね、武器に関してはもうちょっと緩くしていただければなっていうふうには思いますね。まあ今ね、2分の1のキャンペーンなんでね、AP 2分の1、ドロップ2倍のキャンペーンなんで、こういうところでね、ちゃんとね、私の方もやってればいいんですけどもね、どうしてもね、こっちの方に目が行ってしまって、こっちのストーリー、攻略アイデアばっかりは今集めてるんですよね。今、10パが必要でないっていうか、のも理由の一つでもあるんですけどもね。今、剣派の方、10、点的に上げていってるって、どうしてもね、必要な方を上げていったりしています。こういうところもね、上げていったりしていかなきゃなっていう感じですけども、まあアイテム自体はね、武器のアイテム自体はもうちょっと緩くしてくれてもいいのかなっていう気はします。最終的にはね、奴隷サラシリーズとかっていうのがね、手に入らないと武闘会では上位に食い込めないっていうのはもう目を見るより火を見るより明らかなんでね、しかもね、ガチャで しかね、今のところ入手方法がなかったと思うんで、そうだったんですよね。奴隷武器ですね、デフォルトでなくレアリティで、で、奴隷さらしシリーズ、
長剣じゃなかったっけ、千切りか。温度、あ、とか多くか、奴隷さらしシリーズ、入手環境とか、今はねこう武器ガチャ闘技場でしか手に入らない状況なので、まあこれが手に入らないとどうにもならんよっていうところがあるんでね、まあもうちょっと緩くしてもらってもいいのかなとか思いますね。ガチャ運だけでね、あの実力が左右されるっていうのもどうかなと思います。まあまあそうは言っても最近はあの本当にキャンペーンとかやってもらってるんで、な運営さんの方も考えてもらってるのかなと思うんですけど、まあ何分ねこのみなしごの仕事はね、全体的に育成環境に関しては本当にね重たいです。他がいいのにもかかわらずこの育成環境に関しては非常に重たいのでね、まあもうちょっと、緩くしてもらえればなと思います。結構ね最近ガチャやってるから私もこうやって上がってはいるんですけどね、ガチャやってなかったら無課金だったらここまで来てないはずなんですよね。まあガチャ運の方はまあ割といい方だとは思うんですけどね、個人的には。まあまあまあそこは置いといてですね、ってですけど、まあ、全体的にこう良くなったっていうのもありますし、こういう動画を残しておくことによってね、まあ何ヶ月後かにまた同じような動画を出してみて、育成環境変わっとらんやんけとかいう話になってくれればね、またあの運営さんも考えてくれるかもしれないのでね、私が抗議するかもしれないですし、良くなりましたねっていう風に言うかもしれないですし、まあまあ立ってみないとねわからない環境ですけど、今はねちょっと初心者が頑張っても報いが来ないっていう環境なので、ね、そこだけはどうにかしてもらえればなっていうふうに思います。まあちょっとね、最後は愚痴っぽくなってきたんですけども、これで、終了したいと思います。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。本当に愚痴っぽくなっても最後は申し訳ありません、ではねまたどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。